私たちの地球、それから太陽系は46億年の昔に膨大な星間ガスが集まって作られたと考えられています。でこのようなことは今もこの銀河系の至るところで起こっています。私たちはその様子を電波による観測で調べることによって、私たちの太陽系がどのようにして作られたかということを詳しく研究しています。で今回私たちは南米チリに新しく建設されたアルマ望遠鏡という大型の電波望遠鏡を用いて、生まれたばかりの原始星の周りにすでに惑星系の元になる円盤構造が形成されているということを初めて明らかにいたしました。でその詳しい内容につきまして、まず大学院修士課程2年の岡田由紀さんにお話しいただきたいと思います。私たちは狼座にあるアイラス15398-3359という天体を観測しました。これは年齢が1000年程度の誕生したばかりの原始星です。私たちはアルマを用いて一酸化硫黄という分子を観測し、原始星の周りに回転する円盤構造を発見しました。この円盤構造から原始星の質量を見積もると太陽質量の1000分の7倍程度であることが分かりました。これまでに報告されている原始星質量は小さいものでも太陽質量の10分の1倍程度です。なのでこの原始星は非常に小さな原始星であることが分かりました。このような小さな原始星質量を持つ天体はこれまで知られていませんでした。このことは、この原始星がまだ生まれたばかりであることを意味します。この解析からこの天体が誕生したばかりの原始星であるにもかかわらず、原始星円盤がすでに形成されていることが明らかになりました。これは惑星系の形成が原始星の誕生とともに始まっていることを示す初めての結果です。アルマ望遠鏡は動き始めて以来新しい成果を次々にもたらしてくれています。特にこの望遠鏡の強みは天体の形や動きといった物理的な構造だけではなくて、化学組成もわかるという点です。これによって惑星系が持つ豊かな環境の物質的な起源も調べることができます。私たちはこれからもさらに多くの天体を調べていくことで、まだまだ新しい発見が出てくると期待しています。今回の研究成果では星形成のかなり若い段階について知ることができました。今後は太陽系の形成過程の全貌を明らかにしていきたいと考えています。